どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日は宇宙人と会ってみたいということで、自分自身がエイリアンになって宇宙基地を作ったり他のエイリアンを倒していこうというゲーム、エイリアンタイクーンというゲームを遊んでいきたいなと思います。タイクーンシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さん、やってまいりました、エイリアンの世界へようこそ。なんかめちゃめちゃでかいエイリアンここにいるな。まあとりあえず今回タイクーンシリーズということで、自分の基地を選べるみたいやねんけど、まあ宇宙探索チームって感じで、まあグリーンとかピンクとかレッドとかいろいろ色を選べるみたいやね。じゃあ俺ちょっとグリーンにしていこうか。とりあえずじゃあグリーンチーム、グリーンエクスプロワータイクーンということで、緑のチームに所属していきたいなと思います。なんかベーシックブラスターってゲットして、待って、なんかすでに銃ゲットしてるんやけど、おすげええ、待って、普通にもう銃ゲットしてるぞ。これでエイリアンが襲ってきても大丈夫と。ということで皆さん、タイクーンシリーズなのでお金を貯めてこういうボタンのところに行くと基地をどんどん大きくしていけるという感じなんですけど、リサーチエイリアンスピーシーズということで、エイリアンのなんか種を、まあなんていうの、調べるみたいな感じかな。お、エイリアン探求家来てるよ。あ、なんか研究員みたいな来ました。すげえ働いてくれてる、めちゃくちゃオッケー。これでどんどんお金をゲットできるようになっていくっていう感じかな。ペイメントイン、あ、なるほど、この時間がゼロになると俺がお金ゲットできるって感じか。オッケー。313ドルゲットしました。で、合計今626ドルなんで、このお金を使ってじゃあどんどん大きくしていこうか。オッケー。さらにエイリアンを研究していこう。そしてまだまだ、さらにどんどん研究員を増やしていくよ。いいね、なんかいいんじゃない。エイリアン研究施設みたいになってるよ。エイリアン側からするとちょっとかわいそうやけどな、こんなことされて。コンピューターディスク、オッケー。コンピューターディスクを作って、オッケー。いいね、みんなちゃんと働いてる。なんかいっぱいメテオが降ってきてるらしい。このメテオはなんだって言ってんね。ちょっとじゃあどんどん頼むよ、お金をどんどん稼いでメテオも回避してくれ。新しい銃ゲットしました、ベーシックレインボーブースター。おお、なんか強そうじゃない。取りゃこれでね、多分ね、真ん中にあるあのエイリアンを倒すとどんどん強くなっていくっぽいんやけど、とりあえず今まだお金が溜まってる状態なんで、今はもっとこうやってお金をゲットしていこう。あ、ライトセーバーゲットしました、かっこいい。さらにどんどんお金を使って研究施設を大きくしていく。オッケー。なんかよくわからんけど、なんかすでに、すごいぞ、なんかぽくなってきたよ。オーナーオンリーレーザー。オッケー。このレーザーを引くことで、オッケー。ここで誰も入ってこれなくなったね。オッケー。壁立てないといろんな人が入ってきちゃうんで、壁を立てながら、新しい、なんかアイテム、新しいアイテムゲットした。宇宙人の触手みたいなのゲットしたぞみんな。今回は俺もエイリアンになる。やっぱりエイリアンを知るためには、俺自身もエイリアンになっていくっていうのが大事だと思います。あ、リムーブハット。ここで取り除けるんかな。髪の毛まで消え去ったった。オーシャンエイリアンモーフ。オーシャンエイリアンになれるのか。お、なんだこれ。もしかして俺、エイリアンについになれるか。お、来た。ついにエイリアンになりました。ちょっと人間卒業していきたいな。これは？あ、待って、ここにグリーンの、あ、来た。グリーンにもなれるんや。やっぱちょっとエイリアンといえば緑色なんで、緑色にしていこう。スペースステーションルーフ。あ、これで屋根作れるんじゃない？オッケー、いいね。ライトもつけちゃってと。フェンスも立てて、いいんじゃない？フロア2の階段ゲットできるんじゃない？これで。オッケー。ここでフロア2にテレポートできるんだ。すごい。オッケー。でもまあ、とりあえずでもフロア1ちゃんとしていきたいね。ボスブラスター。おお、なんだこれ。これでもしかして撃てんのか？おどこ飛んでいってんの？あ、攻撃してる。あ、でもこれ、次撃つのに50秒待たないといけないんだ。あの真ん中にいるエイリアン倒しに行こうか。ここら辺ちょっと解除しておいてと。お、スピードブースターゲットしました。オッケー。これで足速くなったね。よし、じゃあとりあえずこのベーシックレインボーブースターで、ちょっと真ん中のこのボス、ちょっと狙ってみようよ、これ。おら、レインボーキャノン。取れ。めっちゃ強いぞ、これ。なんか見て、ローミソにライトセーバー刺さってる子いる。かわいそすぎる。この甘、やられた！マジか、ちょっと待って、強いんだ、あんなに。やつを倒すまで俺は歩みを止めない。なんかこの辺のやつは課金のやつとか、グループに入ってる人専用って感じなんで。待って、新しい触手ゲットした。いいね。俺の服の色と合ってるやん、これ。とうとう俺も宇宙人としての一歩を踏み出したかもしれない。いいぞ。これで多分1階は終わったから、じゃあ2階に行ってみようか。フロア2へ。レッツゴー。ニューエイリアンスピーシーズ。あ、ここでも2階でもエイリアン調査隊みたいなの作れるっぽいね。オッケー。これでさらにお金入りやすくなるからね。さあ、どんどんエイリアンを研究しよう。あ、新しい銃ゲットしました。イービルブラスター。これ強そうじゃない？この辺のやつもどんどん解放していって、フェンス作って、研究員を増やしていくとどんどん。スーパーブラスターとライトセーバー、さらにスライムセーバー。
かっこいい。そろそろ俺強くなってるんじゃないか。待って、強い強い。うおこれめっちゃ強いぞ。連射できる。威力が弱い。威力が弱いけど、まあでも倒せないことはないけど弱いな。このスライムセイバーはどうだ。とりゃ、そんな強くないな、スライムセイバー。まあけど、おらおらおら、こいつの背中にこれ来ました。皆さん、はめれはしないか。ちょっとまだ攻撃力不足だな、完全に。よし、じゃあどんどんお金が手に入ってると思うんで、どんどん買っていこうか。 OK、 スピードブースター。お、さらにスピードブースター。もっと速くなったかもしれない、みんなフラッシュみたいな、めちゃめちゃ速いぞ。ヘルスブースター、これで体力回復って感じかな。おお、すげえ。新しい力をどんどん俺は手に入れている。今いい感じにどん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 パイプとか作って、エイリアンの施設どんどん作っていっていきよ。あのでっかいエイリアンがフレンドリーかどうか、わからないなみたいな感じかな。でも俺もう攻撃しちゃったからなフレンドリーやとしてももう攻撃されたら相手もちょっとね、嫌な気してると思うよ。あ、紫色になったぞ俺。紫エイリアンになりました。かわいいかわいい。火星人からするとさ、地球人もさ、エイリアンじゃない。何これ、なんか新しい帽子ゲットした。 OK、 普通のノーアンに戻ってきました。これで帽子かぶれるんかな。おーちょっと待って、このね、頭の部分いらないな。髪の毛消せたよな、そういえば。これで坊主になって一回。似合う似合う、すごいなんか博士っぽくなったぞ。これはあ、メイクシーフロードハイヤー。あー、なんかね、ふわっと浮けるようになるって感じだな。おー、すごいすごいすごい。おー、ダブルジャンプできるようになったって感じかな、これは。この巨大エイリアンの頭は。おーこれちょっと邪魔だな、これ。悪くない悪くない。よし、じゃあみんな、タイクーンシリーズということで、まあ、とりあえず、お金かける2倍は買っていこう。これでお金がね、どんどん貯まりやすくなったんで、お、なにこれ、なんか新しい武器かな。おー、おお、これでさらに、おおいいね、ダメージ250ダメージ、いいねいいねいいね。こんな感じで武器をどんどん作れるんだ。いい感じじゃない。これで2回は終わりかな。3回行こうか。初めて俺以外のエイリアンと会ったわ。オッケー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 。やつを倒そう一緒に。なんか俺のこと狙ってきてない、君。やめて、なんでなんで俺のこと狙ってくんの。許さない。おら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 、スライムセイバーで切ってやる。とりゃ切ってやる、おりゃよしよしよし君は友好的な地球人じゃなかったみたいだ。お、またいたいたいた、やばいやばい、待て待て待て、狙われてる狙われてる。ちょっと一回ここに隠れて、スライムセイバーで一気に切りかかる。とりゃとりゃとりゃ、よし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 、倒したやっぱり俺たちは仲良くできないのか。で、この真ん中のさ、エイリアン強すぎるんよね、体力が。もうちょっと強い武器手に入れてこようか。よし、じゃあとりあえずフロア1の行くところの隣にフロア3に行く階段があるんで、階段っていうか、まああれだな、テレポーターがあるので、ここで3回目ちゃんと大きくしていこうか。これでさらにエイリアン研究施設が作れると思うんで、どんどんエイリアンを作ってお金を大量に稼いでいく。いいね、めっちゃ働いてるね、すごい働き者だ。めちゃくちゃお金余ってるやな、これ。めちゃくちゃ買えたぞ。 OKOKOK。 あ、待って、見て、なんか黒いエイリアンみたいなゲットした。おお、かっこよくない？ダークエイリアンみたいなゲットしたぞ。これはフレンドリーじゃないね、このエイリアン。おそらくこれ3階なんで、4階に行くエレベーターというかワープ装置がどっかにあると思うんやけど、これか。あ、これだ、フロア4。来た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 。フロア3あんまり何もなかったね。一応ね、この余ってるボタンとかは1時間半後に押せるようになるボタンとか結構あって、今現段階では押せないよね。で、この黄色のボタンはリアルマネーがいるんで、まあ、ちょっとやるとしても後でかな。けど3フロア目はなんかめちゃくちゃ研究ばっかって感じだな、これは。じゃあフロア4、4階層行きました。けど意外とまだお金の心配をしなくていいっていうのが非常にありがたいです、俺は。ちなみにこのゲーム今ね、お金5倍キャンペーンとかやったっけな、確か。だから俺このゲームのこと知ったんやけど、タイクーンで手に入るお金が5倍らしいよね。ゴールデンレーザーガン、さすがにここまで来るとさ、あの奥の敵そろそろ倒せそうじゃない。ぶっ飛べ。よしよし、これでゴールデンレーザーガンで攻撃しに行こう。倒せる倒せる、いや強い強い、この人めっちゃ強いぞ。みんな見る見る体力が削れていくこれ倒せるぞ、みんな。俺の獲物を狙うな。おら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 、よしよしよし、俺の獲物だこれは。オッケー、残り900とか800。いや倒せる倒せる、オッケー倒した倒せる、オッケー倒した。ほっ、消えた。オッケーオッケー、めっちゃお金ゲットしたんじゃない。おっ、何？ 100 万エイリアンバックスゲットしました。めっちゃお金手に入った。めちゃくちゃありがたい。
次15秒後に現れるまたいやめちゃくちゃお金貯まったぞみんな。しかも5分間お金ブーストついたんかな。これめっちゃいいやん、エイリアン倒すの。ってことはさらなる強い武器を手にすることができれば、俺はあのボスを狩りまくってお金を大量にゲットして2倍をずっとつけて最強の戦士になれるんじゃない。これ待って待って、これでもう一回撃てるんじゃない。 OKOKOK 飛んでけー取りゃー。 OK 550ダメージ強い。 These aliens are almost as smart as us。 俺たちぐらい賢いエイリアンたちがいるんだって、いるんだってっていうか、ここら辺の人たちは、エイリアンは俺たちと同じぐらい賢いならさ、こういう研究とかしてたらさ、やっぱり憎いって思っちゃうんじゃない。許さないみたいな、私の家族をこんな目に遭わしてみたいな、そんな風に思われたらもうフレンドリーどころの話じゃなくない。 OK、 さらに新しい武器ゲットしました。ダイヤモンドセイバー、マトリックスブラスター、これ絶対強いじゃん。一回でいいからエイリアンとかに出会ってみたいよな。よし、じゃあここもクリアしたし、フロア5行ってみようか。さらに強い武器を手に入れるかもしれない。よし、これでさらにエイリアンの調査をしていくと、お、待ってこれアマンガスじゃない。アマンガスエイリアンがついに手に、あ、待って、なんか尻尾が落ちてきた。え尻尾出ましたけど、この中から貫通して、銃が欲しいが、この辺どんどん買っていこう。結構お金は余ってるっぽいね。どっかに銃ないかな、銃。銃が欲しいんやけど、やっぱちょっとお金が足りないか、まだ。お、新しい、お、来た。なんかレインボーアマンガスくんみたいなのになれるぞ、みんな。来た来た来た。かわいい。ちょっとじゃあお金貯めてこようかな。お、待って、でも頭らしい頭ゲットした。いいね、こっちかわいいやん、これ。これ、いや、合ってないよね、体が。そしてみんな、さらに、何これ。あ、また、ふわっと飛べるようになるやつゲットした。これでまたジャンプできるぞ。二段ジャンプ。オッケー、ふわっと。ふわっとふわっと他の基地に俺は潜入する、潜入調査。あ、いけるいけるいける、あ、いけたいけたいけたあーけどこれ閉められてんな扉。くっそ、対策されてるわ、入れないように。ギリギリ足場使うといけるかなと思ったけどね、上までは上がれなかったね。みんなでも6階へ行くためのワープ装置が見当たらないよね。みんなもしかして5階で終わりかな、これ。もしかして終わったかもしんない。みんな待って、スペースステーションラボラトリーってやつある。あれ待って、みんなこっち側買ってなかった。1階まだ終わってなかった、みんな実はあれ、ここ全然買ってんの。何これ何これ、スペースステーション、聞いてないよこんな場所。なんかこれまだ買ってない場所あったんだ。またここでも、お、何これ、なんかめっちゃかっこいいじゃないこれ。なんかなんかちょっと微妙。さらにここも買い占めてと、いいんじゃない。エイリアン研究施設かなりいい感じです。強そう、うわ強そうじゃないこのエイリアン。ついに手に入れたか、最強の人種、力が溢れてくれいいんじゃないかこれ。よし、じゃあみんなあとはでもこの辺とかだけかな。これ買って、 OKOKOK、 最後の銃ゲットしたよみんな。ダークブラスター、これ絶対強いです。よし、じゃあみんなこれで、まあ、リバースボタンを押せるっていうことはこれでね、タイクーンは終了やと思う。あとちょっとここがね埋まるためには 2.5 ビリオンいるんやけど、めちゃくちゃお金いるよね。悩んでいたらお金を10倍にできるアイテムありました。これを買ってね、最終の超巨大武器買っていきたいなと思います。巨大武器見てみたい人、高評価とチャンネル登録もよろしく。高評価ありがとう。お金が10倍になったはずです、皆さん。そうやんね。そしてさらに5倍ブーストも買っていこう。これで俺1回で何ぼけ、すごいお金手に入ってる9000万円ぐらい手に入ってるぞ。これでかなり 2.5 ビリオンに近づいていくぞみんな、どんどん。よし、みんなついに来るぞ。これでさらに 2.5 ビリオン来ました。これでこのゲーム最強の武器 2.5 ビリオンのブラスターが買えます。スーパードゥーパーボスブラスター購入。おお交流しました。これか。この最強の武器のために俺は今までここまで頑張ってきたと言っても過言ではない。みんなの高評価ボタンとここつなげといたんで、みんなもいつも高評価ありがとう。発射ポン、とりゃあいけ、さよなら。うわダメージは850か。え、もうこんなん一瞬で倒せるやん、あのボス。で、ちょうどね、また1ビリオン溜まったんで、本当にラストがね、ここ1個残ってたよね。さっき気づいたんやけど、ほら、ここに1ビリオン1個残ってるんよ。OK、もうこれで完全にクリアですね。これで皆さん、このエイリアンタイクーンは完璧に終了しました。めっちゃでかくなったね。これがエイリアン研究施設。そして研究するあまり、自分自身もエイリアンになってしまいました。最後にぶっ飛べ、おりゃー！よし、もうこれで終わりよ。
破壊しろ。ゴゲゴゲ倒した？まだか。最後に君を安らかな眠りへ連れてってあげよう。ほら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 、あ、もうほら見て、もう1000とか、お、もう見て800とか600とかやん。ほら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 、ほら破壊撃破オッケー、倒しました。ということで皆さん、完全制覇しました。この動画楽しんでくれたら高評価とチャンネル登録もよろしく。また明日、バイバーイ。